Hey guys, welcome back to Yakuza Like a Dragon. We are knee deep in this Ichiban Confections business running. It's very complex, in depth, and again, like I said, addictive. Quite addictive. Today we're going to be doing a little bit more till we reach our first milestone with Nick. And then we're going to check out a very special mini game after that. Hope you guys enjoy this episode. Alright, so I did open up the game off stream the other day. I didn't do any of the business management stuff, but I did some garbage collecting, can collecting, and I got some of the books so I could upgrade some of my stats, and I just ran around and fought some people. I got like a level up, and I leveled up the our jobs that we're doing a little bit, like once or twice, and that's pretty much all I did. So let me just eat and then we'll get into the mini game. Oh, we also have to go to the bar first, actually, because we have some conversations. All of my bond levels are locked, so we gotta do that. And I purchased some music for the bar, I guess, to play in the background, I think. All right, so let me check this out here. Okay, so yeah, I have Life Will Change. I have Beneath the Mask. Oh, and Kamurocho Lullaby was the other one that I purchased. Nice. Well, Beneath the Mask is one of my absolute favorite songs in this whole world. So, yeah. It's gotta be. This is like one of my favorite songs ever in existence. So good. Ah, you're back. Sojiro. Alright, let's do our bond stuff. Let's talk to some people real quick, and we'll go do business management. Start with Adachi here. Hey, he's all dressed up in a suit. Hi, games. Adachi-san, what are you doing here?車のオーナーが高志君に100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉するんだったな。どうせ相手は詐欺師だろうからな。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて、足立さんも律儀だな。いや、これに関しては事情があってだな。車のオーナーの連絡先を聞こうとして高志に手紙を送ったんだけど、高志から僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。 俺はずっと資産家山田を名乗って高志を援助してきたわけだ。やり取りは手紙のみ。この20年間一度も顔を合わせてねえ。つまり高志君は今日初めて山田さんに会うってことか。ああ、だからだから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。 仕方ねえだろ。これしか持ってねえんだから。とりあえずここにいるみんなには既に事情を説明して口裏は合わせてある。で、春日には示談交渉に同席してほしい。なんで俺が？取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。そうか？頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよ。なあ、お願いだ。分かったよ。 だけど、足立さんは20年前、高志君に事情聴取をしてんだろ？その時に顔を見られてるんじゃ。向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。俺もだいぶ老け込んじまったし、バレることはねえさ。だといいけどよ。Why am I nervous? 高志。はい。おお、大きくなったな。
や、初めてだな。初めまして。山田だ。He's messing it up already. できましたね。山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。なに、君のような未来ある若者を支援することは資産家の務めだからな。ところで、このお店は？私が趣味で経営しているバーだよ。ジャズが好きなものでね。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。うん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 。で、あなた様は？ I'm the lackey. Yamada's lackey, secretary, stylist. Oh god. Sorry, excuse me. We'll go with the what he told us to say. Wait. Does it sound bad when we say it? Like, he said lackey, but it's not, we're not supposed to say that out loud, are we? Let's just say secretary. Sounds better. Yeah, I am Yamada's secretary. I'm the secretary. I'm the secretary. I'm the secretary.交渉の席に秘書を同席させるのは常識だよ。彼は実に機転の利く優秀な秘書でね。それは心強いですね。はあ。ところで、たかし君がこすった車のオーナーってのは？長谷川さんという方なんですが、そろそろ来るはずかと。あ、いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。He looks like a scammer. お前にいくつか聞きたいことがある、長谷川さんよ。はあ？あんたが例の足長おじさんか。聞きてえことってなんだ？なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ？そりゃ超がつくほどの高級車だからよ。そうだったのか？僕、車に全然詳しくなくて。見た目は普通の車みたいでしたけど、あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな、本国まで修理に出さねえならねえんだよ。ふん。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうかね。簡単な話よ。俺が信号待ちしてたら、このガキが自転車で横に止まったんだ。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。たかし君、それは間違いないのか？はい、最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。ズボンの裾？ふざけんじゃねえ。俺はこの目で見たんだ、ペダルがする瞬間をな。おかしな話だな。何がだ？普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。その下のバンパーは見えないはずだぜ。見えるんだよ、外車だと。お前ら乗ったことないだろ、左ハンドルに。左ハンドル？またまたおかしいな。あんたの車はイギリス車って言ったよな。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。そんでその車は片落ちの国産車ってことだろ。どうする？詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃してやるぜ。だけどこれ以上騒ぐってんなら俺の秘書が黙ってね。私は山田様の秘書でありボディーガードでね。くそ、この上詐欺だったな。それも相当出来の悪いな。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんですか？まあ、私にとって100万くらい大した額じゃないが、ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。すごい、本物のお金持ちってかっこいいですね。Rich people are cool. ところでたかし、司法試験の方はどうだ？今年は合格しそうかい？それが先日受けた試験はダメでした。え、そうか。残念だったな。Wow, he's gotta pay for another year. 合格者の平均年齢は29歳です。僕もそこを目標に
腰を据えて挑戦するつもりです。ってことはあと4年？はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。それは楽しみだな。待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。頑張れよ。 He's like fuck。 あと4年も賞金が続くのか。自分で決めたこととはいえしんどいな。4年で弁護士になれりゃいいけどな。どういうことだ。 He said average。 今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。たかし君は本当に法律の勉強をしてるのか。おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。あの子は真面目なだけだよ。案外来年あたり合格するかもしれねえぞ。だといいけど。でもまあ今日は資産家山田がうまくいったな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろ。とりあえず祝杯をあげようぜ。ねえ、一番安い酒でな。Woo, these are neat. These are a lot more in-depth than I thought they would be, and interesting as well. Hey, why'd you change my music on me? Beneath the mask, all day, every day, all the time, 100% of the time. All right, let's talk to this one.そう、うん、分かった。みんな知らせてくれて本当ありがとね。 Guess Sa-chan's on the phone. Who's she talking to? どうした、さっちゃん。怖い顔しちゃって。あ、一番電話なんかあったのかい。うん、またナノハのことでちょっとね。あの子が付き合ってる男のことが分かってきたの。なあ、確か桂川ってやつだよな。経営のコンサルやってるとかって。そう、うちの店の子たちが桂川を探ってくれてたので、さっきデート中の2人をキャッチした。その時の様子がこの写真。一緒にいる男が桂川だな。そう、なんであの子こんなうさんくさいのに引っかかっちゃうんだろう。まあそう言うけど、人間を見た目で判断するのはよくないよ。 Yeah, can't judge a book by its cover. じゃあもう一枚の写真見て。二人から少し離れて立っているこのグラさん、こいつは山下って男で桂川の部下というより、はっきり言って用心棒ね。デートの時に用心棒を連れてるってのはさすがに仇とは言いづれか。でしょ。さらに言うと、うちの店の子たちが彼らの話を盗み聞きしてきてくれたの。その内容がマジでもう最悪でさ、桂川は完全にヤバいやつだと思う。盗み聞きした話ってどんなだったんだい。桂川のコンサル会社経営が傾いてるらしくて、あいつはナノハにお金を借りたがってるみたい。いくら。200万。デートで出る話題がでかい借金の相談か。でもまあ、ナノハだって親父さん抱えてんだし、そんなもん断ったんだろう。それがね、父は施設が変わってナノハにも少しだけゆとりができたでしょ。実はもうすでに50万貸してたみたい。なのにもう200万貸せって言われてるの。合わせて 250? ゆとりができたからってナノハはまだこの先も入り用なんだぜ。それは桂川も分かってる。でもあいつはどこからかナノハが乙姫ランドにいたと聞きつけた。何？それであの子にまた店に戻って稼いできてくれないかって。はあ？あいつはナノハが困っている時に何も援助してなかったくせにね。っていうか、うちの父が体を壊して以来二人はもうあまり会ってなかったの。ところがナノハがソープで稼いだって聞いて、桂川がよりを戻そうと迫っているわけ。そんなの、ナノハだってバカじゃねえ。相手にしなきゃいいだけだろう。ナノハは昔
私の反対を押し切ってまで桂川と付き合いたかったんだよ。今はどうなのか知らないけど、あの男のことが大好きだったのは間違いない。200万の返事は保留にしたみたいだけど、最悪の場合またソープに戻るかも。信じられねえな。つか話聞く限り桂川は完全にクズだぜ。自分の会社が傾いてるってのも怪しいもんだ。ただ菜の葉をしゃぶり尽くす気じゃねえのか。やっぱり一番もそう思う。なら私の目に狂いはなかったわけね。これじゃさっちゃんじゃなくても菜の葉のことをほっとけねえ。なんとか桂川と引き離さなきゃ。あの子も親父さんもいいように絞り取られちまう。でも菜の葉は私の言うことを聞きはしないの。I'm sure she'll understand. Leave Nanoha to me. I think it depends on how you say it. Yeah, this guy is not sounding like a very great guy from what she's describing. I think it depends on how you say it. You have to be gentle. You have to be delicate in these kind of situations. But sometimes, no matter how you say something,what words you use, what tone you use, how much logic and you insert into it, they will not listen to you because they've made up their mind and they're just not ready to hear it right now. You know? Sometimes it do be like that. It depends on how you say it. 7-8 年前にも桂川と別れろって説得したんだろ？うん。その時に菜の葉と大喧嘩よ。さっちゃんはどんな風に説得したんだ？こっちも興奮してたからあんまり覚えてないわよ。それがいけなかったんじゃないのか？え？感情で解き伏せようとすると相手も感情で拒否するもんさ。今度はなぜ桂川と別れるべきなのかを落ち着いて理路整然と解くんだよ。要は言い方の問題さ。なるほどね。確かに菜の葉を興奮させたら冷静な判断なんて無理よね。いい助言ありがとう。落ち着いた状況で菜の葉に電話してみるわ。ああ、ごめんね一番。私の家族の問題なのに話聞いてもらっちゃって。菜の葉は乙姫ランドで一応同僚だったんだ。俺にも無関係ってわけじゃねえさ。 True どうやらこのままじゃ終われねえな。俺にもさっちゃんのおせっかいが薄っちまったらしい。He's enjoying the drama. Sweet! Alright, we have one more to do.Then we can get into our business. Let's talk to Nanba here. Progress through the main story to deepen your bond. Oh, never mind. Guess we're done. Okay. Well, that makes things easy. All right. To our business. Shit. Okay.All right, you guys gotta help me here. All right, let's open for business. Go, 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 go. Employees are motivated. Let's make some money. Ooh, look at us go. Damn, we got.All that money. Then we had to pay our employees. Woohoo! Level up. Our rank went up. No, our rank didn't go up. It stayed the same. But our share price went up. Open for business. Check for happiness. Shit. I think we're fine. I think we're good.
ラッキーでしたね。まさかの。ああ、ダメだダメだ。いいね。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の名言結果です。素晴らしい結果です。みんなよくやったぞ。株価アップだ。まだまだ成り上がるぜ。 Our rank went up by one. Okay, I think we open for business one more time, right? And then it'll be the shareholder. よっしゃ、営業開始だ。You can go back one layer. See, Shamurai? You know what you're talking about? Sometimes... I know how the mechanics work of the meeting. I hope I can remember. Our share price is looking pretty good.Famous lecture seminar has ended. All right. Oh, still one more. Everyone's good and happy. All right. Remember my colors. I will try. I gotta try to remember how these board meetings work exactly. Aisan-san is considering switching over to our competitor after receiving a pretty good offer. Please consider offering them a raise. Yes, don't leave me. Confirm. Okay, employees. Auto care. Perfect. All right, boardroom, shareholder meeting. Boardroom. All right, got a bunch of ladies this time. Here's our team. I think we're still good with our team. We're gonna use the pause button to help us out here. It's just saved. Oh shit, I forgot to save. Oh well, whatever. We just can't fuck it up.決算報告をつけていただきます。 Net worth is bad. All right, 65% support. ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。 All right. Okay, so she's got a red question. So what beats red again? Blue? Okay, I think I could have done that better, but... Okay, blue question, so... Green. Wait, but now... She's... What color is she? Red. So we want... Blue? Am I doing this right? I feel like it's working. Green? Oh wait, so red. You're up, chef man. Okay, so now she's green. How long did it take for you guys to like memorize these colors? Hi, Flurp, because this is like... Okay, so she's green, so we want red. Did we win? Okay, we did it! We did it! Good job, everyone! Good job!
それでは決算報告をさせていただきます。 I guess we're doing this. 60%。 Okay, so Max said it says what they're weak against. So where does it say weak? So this guy is doing a red question. So blue is strong against so the chicken. Oh, weak. I see it. Oh, it's not telling me this time. All right, this guy is green. So red? Shit. Okay, he's green, so red. So it says weak on the speech bubble, but I don't think it says weak on... Okay. Green. Red. I need to try to memorize these colors at the bottom of the bubble text. After the bubble, you can use anyone. But aren't they still weak against certain colors? Like, she's blue, so I should use green. Shit. People are running out of stamina. Okay, this is tough. それでは、今回の大成功を祝して一つ。よっ！皆さん！最高の株主総会だったな！株価大幅アップだ！まだまだ成り上がるぜ！Yay! We've made it! We're sub 100 rank! It's optimal to pick the right colors, but it's usually not necessary. Countering their attack is the most important. Okay, basically just use who has the, has like stamina, who's like ready to go. Okay.We did it! Nanda? Huh? What's going on, Granny? Ichiban Confections. Oh, God. Is finally in the top 100 of the share ranking. What? You serious? That's great. Oh, boyfriend, you're amazing. Maybe we should go somewhere more private.Nah, that's okay. I'll settle for the compliments, I think. Hey, sounds like you got yourself in the top 100. Nicely done, Ichiban. Arigatou. Thanks, Nick, but it's really only because of your investment.No, actually, plenty of people fail, even with all the investments. You really were cut out to be a manager after all. It seems I wasn't wrong to believe so. I'm always willing to invest in people who bring results. Allow me to give you an additional investment, Ichiban-kun. How does another 50 million sound? What? Huh? You sure you want to give me that much?Absolutely! That amount will be chump change once you reach the next level, but there's a condition this time as well. Is that okay? Of course. What's the condition? Top 50. I want you to get into the top 50 of the share price ranking within the given period. Things won't go as smoothly from here on out. The shareholders will be harsher, and you're more likely to be harassed by rival companies with a, let's say, less than favorable opinion of you.
The amount of money you handle will increase and the responsibilities will be greater, knowing all of that. Are you still up for the challenge? Oh. You have to ask? I live for fighting against the odds like that. Climbing my way up from the bottom's what I do best. Huh, excellent. I knew you were the man for the job, Ichiban. In that case, I'll deposit the money right away. Use it carefully. I do look forward to seeing you succeed. The next goal's the top 50, huh? I'm sure it's gonna be a whole lot tougher, but that won't stop me. $50 million. Property management limit increased from 2 to 4. Employee count limit increased from 10 to 25. Let's do our best to reach our next goal, Kasuga-san. Yay! Reach top 50 share price ranking within 7 business periods. Right on. What's wrong, Eddie-chan? Huh? Oh, it's nothing. She doesn't seem herself. Wonder if maybe something's bothering her. Hey, if you're up for it, you want to go out for a drink? Oh? With you, Kasuga-san? Yeah, we can celebrate getting into the top 100 while we're at it. We've been so busy running the company, I didn't realize we haven't gotten to talk all that much. Unless you're not up for that. Oh no, of course I am. I've been wanting to spend time with you, Kasuga-san. Alright then, let's do it. We can go to this place called Survive. It's one of my favorite bars and it's just up the street. You cool with that? Sure, I'll have to go get ready before I go, so let's meet at the bar. Okay, I'll see you there. It's a date! Can now use the skill Stack Slap. Okay, so Saiko, you suggested that I reach this point before I do anything else with the main story. Should we, what should be our next step now? Should we go to Survive and talk to her? Should we go recruit some people? What should we do? Go to the bar real quick? Okay, let's talk to her. Ah, Shacho. Wari, matasete na. Ie. 私も今さっき来たところですから。おお、おめえの連れか。なかなか隅に置けねえな。そんなんじゃないって、うちの社員だよ、社員。社員？おめえ、ホームレスもどきじゃなかったか？社長にでもなったのか？ That's what I do. 説明すると長くなるから、また今度話すよ。それより今日は祝杯をあげてんだ。景気のいいものを頼むよ。ふん、はいよ。それじゃあひとまず100位以内ランクインを祝して乾杯。乾杯。乾杯。おいしい。しかしいろいろとサポートしてくれてありがとな。俺なんかがなんとか社長やれてるのもエリちゃんのサポートのおかげだぜ。何言ってるんですか。感謝するのはこっちですよ。もともと私がボンクラだったことが全ての原因なんですから。春日さんは私と違って判断力も決断力もあるし、何より変な連中にもあまり騙されません。春日さんに来てもらって本当に良かったです。そういえば言ってたよな、悪い奴に騙されて事業を奪われたって。どんな奴なんだよそれ。実は横浜のすごく大きな企業の社長なんです。え、そんな奴に騙されたのか。はい、社会的地位もある方ですから、私も信用しきってしまって。そもそも私も会社を継いで間もなくて、右も左も分からなくて、誰かを頼りたいと思っていた時期だったんですね。そんな時に大企業の社長に甘い声をかけてもらえたので、ほいほい信用してしまって。結果
身ぐるみ剥がされたと。はい。未だに思い出すと自分が情けない。まあでもそれじゃ仕方ないと思うぜ。俺も同じ状況に置かれたら信じちまうかもしれねえし。そうですかね。ああ、それによ、忘れちゃいけねえのは、悪いのは騙される側じゃねえ、騙す側だってことだ。反省するところはあるかもしれねえけど、あんまり自分を責めない方がいいぜ。春日さん、ありがとうございます。そうですね、過ぎたことをいつまでも引きずっても仕方ないし。なあ、大企業だかなんだか知らねえけど、そんなクソ社長は許しちゃおけねえ。俺たちが這い上がって成り上がってよ、そんな会社追い抜いちまおうぜ。そうですね、いっそ買収しちゃうくらいになりたいもんですね。奪われた事業も全部取り返して大企業ホールディングスにするんです。いいじゃねえか、その意気だ。俺たちならできるさ。だから明るく楽しく行こうぜな。はい。笑顔が戻ってくれてよかったぜ。実はなんだか悩んでるような顔してたから気になってたんだよ。あ、気づいてました、すいません。何か悩みでもあるのか。俺でよければ相談に乗るぜ。いえ、悩みというわけではないんですが、父のことを思い出してしまって。親父さんのことを。はい、その父が春日さんにとても似ていたので、喜ぶ春日さんを見て父を重ねてしまって、それでなんだか一瞬感慨深い気持ちになってしまったんです。だから悩みとかじゃないですよ、心配かけてすみません。なあ、うん、っていうかエリちゃんの親父さん俺に似てるって、もしかして俺みたいに。 He had a handsome face like mine. He had big poofy hair like this. He had an amazing personality. Let's go with the amazing personality.性格がいいとかか。自分でいいって言っちゃうんですね。でもその通りです。顔形が似てるわけではないんですが、雰囲気とかがすごく似てるんですよ。明るくて豪快で愛嬌があって、周りを自然と笑顔にさせられるとことか。だから春日さんと一緒にいると、父と一緒だった頃に戻ったみたいに思う。 We all wish we could be like Ichiban. すごく居心地がいいというか。そっか、もし親父さんがまだ生きてたらいいダチになれたかもしれねえな。そうかもしれませんね。よし、ならそんな素敵な親父さんのためにも一層気合い入れて一番成果を守っていかねえとな。エリちゃんの親父さん代わりになれるとは到底思えねえけど、俺頑張るからよ。エリちゃんもいろいろこれからも支えてくれよな。俺一人じゃ何もできねえんだからよ。はい、もちろんです。よろしくお願いします。でも春日さん、他にもやることあるのに本当に大丈夫ですか？え？まあちょっと大変かもしれないけど、仲間もいるしなんとかなるだろう。仲間？なあ、一人じゃ無理だけどよ、俺には信頼できる仲間がいるんだ。だからきっとなんとかなる。
そんな気がしてんだ。何無責任なこと言ってんだって怒られるかもしれねえけどな。そうか、仲間か。ん？どうした？春日さん、一つお願いしていいですか？おお、なんだい？私を春日さんの仲間に入れてもらえませんか？え？だって春日さんは私のためにここまでしてくれてるのに、私は経営のサポートをするだけってフェアじゃないですよね。それに春日さんを日常的にサポートして負担を減らせれば、春日さんはより一層経営にも力を入れられると思うんです。それは会社の発展にもつながるし、やらない理由がないと思いませんか？でもよ、俺の仲間になるって結構多分、いや絶対大変だぜ。危険もかなり、いや相当伴うし。覚悟の上です。なるべく皆さんの邪魔にならないようにしますから。もちろんエリちゃんが参加してくれるのは嬉しいけどよ。お願いします。私借りっぱなしって嫌いなんです。もし春日さんがノーと言っても意地でもついていくつもりですから。仕方ねえな。分かったよ、何があっても責任取らねえからな。上等です。それじゃ、新しい仲間ができた記念に、ようこそ俺らのパーティーへ。Is she really gonna fight with us? Or how does this work? She fight? というわけで、今日からうちのパーティーに加わるエリちゃんだ。鎌滝エリです。よろしくお願いします。本当にいいの？うちらに絡むと人生ろくなことにならないわよ。そうそう。危険な目に遭うことも多いし、酒癖の悪い連中も多いしな。それはあなたでしょ。大丈夫です、私春日さんや皆さんにすごい助けてもらいましたから、恩返しがしたいんです。覚悟はできてます。そうかい、覚悟ができてんなら断る理由はねえ。改めてよろしくな。よろしくね、エリちゃん。はい、よろしくお願いします。 Wow, okay, whatUnlike the rest of your party members, Aerie's bond level only increases as you grow your business. Increasing her bond has many benefits, such as giving her access to new jobs and skills. Keep your business skills sharp to deepen your bond with Eddie. Eddie. Box cutter.Her job is clerk. Healing, rolling kick, flying crane, thumbtack scatter, ink blot, nocturne, shadow stitch, sealing stamp, stapler kick. Wow, that sounds fun.Paper drop, paper cut reversal, essence of flying swallow, flings an enemy with a work lanyard. What? Essence of telephone nunchaku, swings around a telephone receiver. Interesting. Oh my. Okay. See, I hate this. Now I have to pick who I want in my party.Gotta take somebody out if I want to put her in. Okay, well, I guess Namba, you're out for right now.
Wait. Does she have a song? She has a song? Oh boy. This is such a great song. This is so intense! Oh yeah! Damn it! This one is ridiculous in English. All right, let's do it in English. Give me some love, okay, guys? Oh my God, she sounds adorable. Go, every jump. Yeah, steering forward, I'm out of California again. Let's fly high like a butterfly. It's drowning in retreat. The wicked trap was sprung. Hey! Tangled in the threads of its deep. Tangled in its crimes! Like fate scoops up the fish. Oh my God, I was doing so much better last time. Go! Its brittle wings are torn by the tears as it drowns. It tore your wings now, cries! The spider comes, a thirst in its eyes. A butterfly with no wings is a moth of the flight. Just a rat on the floor with another name. The venomous fangs sinking to the soul. This world is dead, no light left to fight. It's too late. Too late now. It's punctured wings to teach. Take to the sky. If only it could be just one more time. To the bitter end and overdrive. And breathe the beat, flap your wings till you feel you are complete. Fly. This is amazing. Oh, I didn't get the thing that time. I'm sorry. The score was better. The lyrics. I didn't really get a chance to pay attention to the lyrics.
We also have to see Eddie Chan in action here. Alright, so Senbei Chop, damage an enemy by slamming them with a giant rice cracker. Yes! Okay. I think I'm in love. Here we go. Alright, let me let's guard. I wanna see her do her thing again. Alright, what else can we do here? Rolling kick. Damage an enemy using a backward roll to gain momentum. I am secret too. Let's see. Boom! Oh, we should probably put the voices back on Japanese, huh? Eddie is your least used character, but you're partial to the OG 4. Let's see. Flying crane. Damage an enemy by throwing scissors at them, which may leave them bleeding. I'll show you. Here goes. Right. Oh yeah. Amazing. Amazing. I'm ready now. Okay. I think I'm gonna want to keep her around. Ooh, she learned job skill, thumbtack scatter. Let's test it out. These enemies aren't as high level as I was expecting. I guess we're not in the right spot. Thumbtack scatter. Ooh! That's good! That's some good shit! Yeah, that is a nice AoE. But let's see, Dragon Cart. Dragon Cart? もしよかったらドラゴンカートに参加してみませんか。え、ドラゴンカート？ That's not Fighter Kun, right? だそれ。ドラゴンカートは最近流行っているカートレースのことですよ。遊園地とかにあるゴーカートはご存知ですよね。ああ、ゴーカートね。別に嫌いじゃねえが、今は遊園地で遊んでるほど暇じゃねえんだ。Oh, we have time. また今度な。ちょ、待って、待ってください。普通のゴーカートとは一味も二味も違うんですよ。このドラゴンカートは。違うって何が？平和な遊園地とは違い、カートに乗って横浜の街を舞台にスリリングなレースを繰り広げるのが。このドラゴンカートなのです。横浜でスリリング？そうなんです。ここで乗るカートは装備をアップグレードすることでライバルに攻撃を与えることができるんです。 Please tell me this is just like Mario Kart. ライバルに攻撃だって？ええ、当然ライバルからも攻撃を受けることにもなります。カートの耐久性にも限界がありますからね。走行不能になると動けなくなり、タイムを大きく落としてしまうので、ご注意を。なんだかゴーカートという割には強い。だからドラゴンカートなのですよ。他にも走行中に拾ったアイテムを使って有利にレースを進めることだってできます。
ありとあらゆる手段を使ってトップを目指す。 That is Pocket Racer, isn't it? どうです? Or am I tripping? だんだん興味が湧いてきたんじゃないですか。確かに速さだけじゃなくて強さも競うってのは結構面白そうだな。 It is. It is. I know it. 速さを取って逃げ切るか。 Actually, I was really doubting myself. 強さを取ってライバルを蹴落とすか。そんな自由な選択もまた魅力の一つです。I guess he's back at it again. 最初はこのノーマル状態のカートからスタートになりますが。Thanks to some encouragement from Kiryu. アップグレードすることで強化も可能ですよ。まあとにかく実際に乗ってみた方がもっとドラゴンカートの魅力を分かってもらえるはずです。時間があるならちょっと乗っていきませんか。ドラゴンカートか。横浜でスリリングなレースができるってのは面白そうだな。The pants give it away. Yeah. よっしゃ。Let's do it. それじゃあやってみっか。ぜひ。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はここでドラゴンカートの受付をしている藤沢と言います。俺は春日一番店だ。よろしくね、藤沢さん。よろしくお願いします。では早速カートに乗ってみましょうか。おう。Let's go! Oh my god. How is this gonna work? This. How did I not know this was in here? Right trigger to accelerate, A to drift. Press B to use items.Don't crash into things too much. Collecting dragon rings, you can increase your cart's max speed. Oh my god! No way! No freaking way! They put this.Wow, we've come a long way from driving taxis, haven't we? Alright, I got... What did I get? I got a boost! Ah! Oh, right, I gotta drift around corners. What the hell? This is awesome. Give me that item.Ah, the lightning! Oh, shit! Who the hell is this girl? Oh, shit. Oh, okay. Got a boost.Ooh. Oh shit, I did too much drift! Ooh. Holy shit! What is that item? Okay, there's still one more lap. I have an overwhelming urge to play Mario Kart now.Or Diddy Kong Racing or something. Oh my gosh, the drifting is weird. This is amazing. Ichiban needs to be in the next Sega All-Stars Racing. He does! 初めてのカートは楽しめました？なあ、なんつうか普通の車を運転すんのとは全然ちげえな。確かにこいつはスリリングで楽しいぜ。気に入ってもらえて何よりです。次からはぜひ大会にエントリーしてみてください。
今とは比べ物にならないくらいド迫力のレースをすることができます。エントリーしたくなったら私に話しかけてください。他にもタイムアタックやカスタマイズも受け付けているので、いつでもお待ちしています。ああ、わかった。お、さっき走ってたおっさんじゃん。 What the fuck? ん？本当だ、お疲れ様です。Honey girl。 やあ、直樹さん、愛さん、浜の海さん。あいつら寒くねえな。Are they cold? None of you guys are wearing pants! 皆さんもいい走りっぷりでしたね。そうっすか？さっきは実力の 1% くらいしか出してねえすけど。あなたは新入りさん？紹介しますよ。彼は春日一番さん。今日初めてカートに乗ったんです。Pretty impressive, huh? へえ、そうなんだ。じゃあ今度大会で当たるかもね。でもその時は潰しちゃうから。 That's hot. 今のうちに念仏でも唱えておくでごわすよ。じゃあな、ルーキーのおっさん。まあ死にたくねえならおとなしく観戦してた方が身のためだと思うぜ。待てよ。あ？さっきから黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるじゃねえか。 Oh shit, here we go. がぜんやる気が出てきたぜ。次のレースでお前ら全員ぶち抜いてやっから。 You're gonna be eating my dust, so be sure to open wide. その言葉忘れんじゃねえぞ。楽しみにしとくわ。 You like eating dust? Okay, weird. ちょっとちょっと、熱くなるのはいいですけど喧嘩はダメですよ。やるならレースの中だけにしてください。 We will. Oh, we will. Oh, we will. じゃあね、藤沢さん、一番くん。 And get some pants. All of you. Except her. Yeah. She can stay how she is. まあ見ての通り、この町のレーサーは個性が強くて、その分実力も申し分ないメンツが揃ってましてね。 How's your son doing, by the way? 確かに癖の強そうな連中だったな。あいつらもそうだけど、どんな奴が参加してるんだ？そうですね、まずは代表経験もあるレスリング選手の直樹さん。そのパワーと反射神経は群を抜き、隙を見せたらその瞬間にカートごと崩されてしまいます。力士で前頭3枚目の浜の海さん、その圧倒的なパワーは他の追随を許さず、立ち塞がるライバルはみんな吹き飛ばしてしまうクラッシャー。直樹さんと浜の海さんは相当の爆弾と呼ばれ恐れられているんです。 Two-headed bomb. カジノでディーラーをしているアイス。 Look at this lady. 浜のスピードスターの異名を持つ彼女は直線勝負では敵なしですね。夫の給料のほとんどを自分のカードにつぎ込むマダムのマツコさん。近寄る者はカードだろうが嫁だろうが容赦なく妨害してくる恐るべきベテランドライバーです。彼女の加速力はなかなかのもので、アイさんと合わせてロケットガールズなんて呼ばれてたりもします。 The Rocket Girls. I wanna be a Rocket Girl. 上場企業でバリバリ働いている商社マンのスグルさん。その卓越した分析能力でコースの隅々まで把握し、最短ルートを駆け抜けるインテリレーサーです。かつて茨城を制覇した暴走族チームアゲポヨのリーダーアキラさん、神奈川進出の足がかりとして参加しているみたいです。バイク仕込みのテクニックが素晴らしく、コーナーリングの美しさと攻撃の残酷さに思わず言葉を失ってしまいました。超攻撃的レーサーで極道のジンさん、彼が走行した道にはペンペン草すら生えないと言われています。スグルさん、アキラさん、ジンさんはドリフト三重師とも呼ばれ、女性ファンも多いですね。最近エントリーしてくれてるレーサーたちはざっとこのくらいでしょうか。強い相手ばかりだけど
頑張ってくださいね。メンツ濃いな。このレーサーたちの中で勝ち上がることができたら、全国でもトップレベルの実力が身につくはずです。頑張ってください。なるほど。よし、一応やってみっか。 Let's go。 それじゃカートで走りたくなったらいつでも声をかけてください。エントリーお待ちしてます。ああ、わかった。また寄らせてもらうぜ。 Hey Marisade。 なかなか楽しませてくれそうだな。時間ができたらまた来てみよう。彼ならあるいは俺を楽しませてくれるかもな。Alright, let's check out exchanging. So, speed booster. It'll increase our base agility, healing, and defense. Oh, okay. Rise up. So, this is for overall improving as a person. Might raise some of our stats.Okay, we can increase our job rank as foreman, musician, breaker, enforcer, queen, bodyguard, and dealer. Ooh, Daytona soundtrack? Sonic soundtrack? I don't know what Border Break is, but we could get Daytona! Let's go away! No way!I need 200 coins? Oh my god, we need this. We need this right now! There's lyrics too? No way.This is the best game ever.